どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。明るいな、おついちです。プレイヤーおついち、カードはおとじゃ1枚、おついち2枚かな。まあ、そろそろやべえとは思う。うん、今だって俺ずっともうね、なんかあの回想シーンみたいな感じになってた。ああ、そうですね。たださ、だから今ので分かったんだけど、まあ、前回ので分かったんだけど、はい、お姉ちゃんが見えてるってことは、今この操作してんのは弟なんだね。そうですね。ちょい前からこのアクト自体があれかな、弟視点なのかな。そう、うん、まあ弟の役になりきってんだろうな、考え方で言えば。はい、どっちだ、こっちか。そうだね、その扉がクローゼット。ああ、絶対やばい。クローゼットっちゅうのはね、隠れるためにあるからね、隠れない。そうね、だいたいホラー映画で、だいたい見つかる場所でもありますけどね。あー、すごい隠し、隠しだ。うわ、や、隠しっていうか怖えじゃん、こんな家の中にこんなのある。ダメダメ。うわ、あー怖い。あー、ギシギシね。いや、どちらかというとロープにぶら下がってる何かが。何がぶら下がってるんでしょうかね。何ここ。あ、フィルムが置いてある場所だ、ここ。右側ちょっと登ってみてよ。右側こっち。これない、登れない。あ、でもほらフィルムがめっちゃ置いてある。あ、ほんとだ。あ、あ、逆サイド。あ、違う、そんなことはない。飲み込まれていくぞ、渦に。いやー、もうこの永遠のループ現象やめてくれ。ここが一番いいシーン。あー、これもう見たことあるぞ。ターナーっつってこう見たことあるぞ、これ。見たことあるの。あー、見たことあるのよ、これ。これ、中に飲み込まれていくと、中で、ジャックなんとかさんとあれが戦うんですよ。うん、普通に言うなと思ったけど、今日キャプテンなんとかだよね、それ。あの、タコ人間と一緒に、事務所。あん中にちょっとクラーケンみたいなの出てるしな、あれ。怖っ。来るな、もう来るよ。いやー、まだ来ないですよ。もう来る、さすがに。さすがに。まずもうそこ降りてから巨人がもう家ボコンっていって反壊させるから。じゃあ俺カード残ってるから、次ヤバかったらもう即使おうかな。そうなんだよね、カード使わないでいくほどもったいないあれはないから。本当ですよ、やる必要性がないんだったらもう。おい、もうなんだったらなんだったら今後悔はヤバいから。I know. Henceforth, I shall be...だから私はベインズキャプテンワンダラーブラックスパロウ。弟はあれなんだね。お姉ちゃんが船長なんだね。そうだね、お姉ちゃんがお姉ちゃんを出しちゃってるね。そうだね、うん、やばいな、ドキーっていう風な話になっちゃう。いやー、怖い怖い怖い。うわー、怖い怖い。ガッツイガッツイ。あー、おつさん後ろ見て、そこ何になってる。見たくない。なんか海賊の旗と剣だね。サーベルと。そうそう、おついさんさ、海賊ってさ、はい、中には眼帯をつけてるし、てか船長とか眼帯つけてたりするじゃん。はい、あれ、目がないから眼帯ついてんじゃなくて、ええ、どうやらその船、海賊船同士で戦ったりするときってさ、はい、夜だったりするじゃん。はいはいはい、夜だったりして明るいところから一気に暗いところに入るときにその眼帯をスイッチして、あー、瞳孔を開くってことね。うん、合わせるために眼帯ついてるとかいう噂を聞いたんだけど。あ、まあでも意味はかなってるなと思った。意味はかなってるし、よくそんな感じのやつあるね。うん、別にほら、眼帯してるから、ね、そう見えてねえっていうわけではねえ。あえて夜目というか、うん、常に瞳孔を開いておく。猫目だな。猫目にしとく。ここか。あ、そこだね、子供部屋。いや、オフィス。あ、オフィス。オフィス。はい、オフィス。あ、オフィス。うわ、おお、だと。なになに。ああ、あ、色が。ありがとうございます。あ、色がなくなっていく。ただいまモノクロに入りました。やだ。あ、カラーだ。
ソーダッシュ、ミダス、何よりお宝が大好きです。世界の反対側からでも金の匂いを、金かな、金の匂いを嗅ぎつけます。だからいつでも船を宝物がある方向へ導けるのです。多分これ弟がこの役ってことだよね。だよね、ソーダッシュっつってるから、うん、黙れソーダッシュって言ってるから。あ、それこれ何、これはロケ、え、これ多分なんかあれじゃない、映画のフィルム回すのに使うやつなのかな。まあ、そうだろうね、お父さんの部屋だから。うん、へえ、こんなのあるんだね。なんだ、あ、でもそこにつきそうだね、ここに下に。え、これをつけると、あ、ロケット、ロケットだね、これロケットか、セットか、セットだ。うわ、奥の、え、怖いな、あれ、なんだあれ、ドクロになってんな。うーん、あ、やばいよ、そんなのに正向かい。あ、でもここ、あれだね、見たことあるわ、ワンの時に。そうね、だ、まあ、構造自体似てるんだよ、そう。はいはいはい、また、写真のフィルム、こわー、お前、こんなのなんか、あそこにもあるよ、あるね、これ、撮ったら、たら大丈夫、大丈夫、やめて。あー、いや、まあ、来なさそうだな。大丈夫だな。なんでそれ、あ、これなんだ、あ、ボタンか。あー、これを完成させてボタンをやるとプシャーン、やばいでしょ、飛んでっちゃうの。そう、俺も飛んで、脱出できる、脱出できる。あれ、まだあるな、まだあるのか。あ、来るぞ、これは。来るわけねえだろ、お前、何やってんの。来るぞ、もう来たら、もうこっからもう中入ってプシャーンつって上に。サンタクロースか。あ、どこだ、こっちの方かな。あ、それだ、うん、あ、もう終わりだ。俺はちょっと、俺はちょっと横見とくわ。なあ、やめろ、しっかりと見届けろ、画面を見届けろ、それがお前の役だ。俺の役なのか。そう、あれ、電源か。あは、なんかすごいかわいい、あー、カンカン、かわいい。そうですね、これ電源ケーブルが必要ですね。そうですね、これヨーロッパですかね、タイプ C ですね。どこだろうね、ケーブルは。もうケーブルだか、あー、あったあったあった、引っ張れる場所にあるって話だね。はいはい、おい、あー、もう終わりだ。おー、すごい、すごい、ウィーンヨン、タッタラッタタッタン、ファイブ、フォー、スリー、ツー、ワン。あー、もう俺、アイゴーしたわ。私の弟、おー、おー、乗ってる乗ってる、火事を取る、サイレント、いやー、そんな、なんか、あぶら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 、ぶつかるな、お前、絶対、あぶらぶら、な、何が、あぶない、っていうか、これ、今宇宙にいるよね。何が、これ、あの、縦のまま前に進んでるって、こうと、だよね。そうだよ、おかしくない。いやいや、おかしくないよ、セットだから。あぶら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 、あぶらぶらぶら、あぶない、動けない、当たったら終わりだぞ。あ、あ、右と左しか行けない。あ、なんか出てきた、びっくりしたな、おや、豚の鼻かよ。あ、顔だー、マネキンの頭だね、マネキン野郎。もう頭に入っ、こういう時にね、あの、大事なセリフを言わせるんじゃねえ。こっちはお前、操縦で一平一平だ。血の心に血を流すわ。おー、なんかすごいよ、すごい、それ千の、すごい、 1000 eyes weep my brother。いや、え、なに、クセンの瞳が胸を刺す。あぶら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 、あ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 、無理だろう。 journey of a lifetime. A light on the horizon. あらあら、 a flame to cool his own. 超新星。 Yes. あれ、なんだっけ、終わった星はなんだっけ、テッドさんみたいな。テッドさんみたいな終わった星、なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。テッドさんみたいな終わった星。あーん、あー、終わりそう。危ない危ない危ない。何、私だけはって。 There we were.Dreaming ourselves away. あの時私たちは夜空に魂を吸い込んでほしいと思っていた。もう少し手を伸ばせば。おいおい、やばいやばいやばい、急に
怖い、急に怖い。Something else. ああ、大丈夫なのか。やばい、怖いですよ、この前のやつ。怖いです。墜落したのかな。わあ。目の前に音じゃによく似た猿が。え？おーい、いるじゃねえかよ、俺が。音じゃによく似た人間たち。ああ、まあでも墜落したっていう感じなのかな。猿の惑星じゃねえよ。猿の惑星じゃねえから。ね、ええ、これはなんだろうな、これでも絶対墓なんだよな、どちらかっていうと。あー、上から見てた。あー、君はあれだね、棺桶を入れられるあれね、これ。そう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 。鋭いね。うん。あー、またこれで始まる。あ、でもよく分かったのは、この子たちがこんなにその役者になりたがっていたのは、映画を見ていて憧れていたからってことなんだね。そうだね、お父さんの仕事柄ってことなんだろうね。うん、で、いろいろとそのセットがあるからさ、うん、もっとそのイメージしやすくて、いろんな役になれたんだろうね。なるほど。あれ、もう多分あれかな、エンディングが近づいてる。向かってますね、あれね。ということはやばいな、これ。これはやばいよ。うん、バスルームとかもう何でも最後バスルームなのね。バスルームっていうのはあれだよ、もう死ぬ場所だよ。ありがとうございます。映画で言ったらもうバスルームの死亡率調べてみ、すごいからね多分ね。バスルームはね、もう死ぬは死ぬでも一回死んでその裏世界行くためのところもあるからね。やだー、俺は今からコンスタンティンが見たい。あーそうかい。俺は今すぐにでもパスしたい。思わないよ。ああ、そうかい。リリーだからお姉ちゃんが歌ってますね。そうだね。なんだろう。なぜキーが。姉ちゃん、もし何か悪いことが起こったら、もしお姉ちゃんを見つけられなかったら。Listen to my voice. Hold it deep inside. 心の奥底の。すごい、すごいブルブルしてる。Forever. あ、なんかその左のやつ見てほしい。そこ左。ああ、まあ寝てる時に話をしてんだ、これあれだ、寝かしつけようとしてくれてんだ。そういうことね。怖くて眠れないよーみたいなね。ああ、いやもうダメだな、これもうダメだ。ダメだ。ああ。何よ。タイミングじゃん。本当にやめなさいよもう。あー、降りたくねー。これ気をつけろ。降りたくねーよー。バスルームどこだよ、バスルーム。バスルームは下じゃない。ええ、ほんとに、ほんとに。バスルームどこ、左か、そこだ、左下、左下、これか、ヤバ谷へ。あー、入りたくねー。うわー、うわー、あ、弟の影が。でも入っちゃう。あ、回しちゃう。お前、水は引き寄せるんだぞ、奴らを。知ってるよ。なに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 、まだフィルム。うわあ、うわあ、うわ、ヤバタニエンだわ、マジで。これヤバいよ、これマジ。あー、ヤバタニエンだわ、これ。お前、やめろこれ。使うんじゃねえ、さすがに。ここはお前でも2枚か分かる。俺だったら使う。これはもう俺、うわ、やば、これ何、めっちゃ絵が、絵というかガラスが、ガラスじゃねえな、鏡がずっとなんか戻ってってんのか、 そこに。もうループ世界ですわ。あ、無理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 。ああ、そうですか、これやばいですね、パス。そうですね、時間ここまで来ましたので、今回は。あ、いや、だからパスだから、もうそのまま俺に。あ、そうですね。もうここからのプレイは俺が次はやるということで。そうですね、パス。使いました。残り2人とも1枚。1枚。ええ。いや、でもこれあれか、俺次始まった瞬間にパス券を使っておついさんにプレイさせないのか。じゃなければ、今パスすれば、次回また俺からっていう話。そう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 。どうするんだっていう話ですね。いやーね、多分ね、俺の予想では、ごめんね、こうゲームもはやプレイしなくて申し訳ないんだけど、俺の予想ではここじゃまだ出てこない。ああ、そう。じゃあそれを信じて、うん、そのパスを試行すると。もうそう、私は甘んじて受けるよ。ああ、良い。君のパスを。ここはまだ大丈夫。この後に来る。
そうなんだよ、まだやばいな、そっか、俺いやもうでももう使ったもん、君は今、まあ、もう今もうカードがブワーッつって燃えて絶対アクトが2つぐらいまだ残ってんだよな。いやでもやべえなこれ、水がね、やっぱね、膝とかね、腰あたりまであるとね、下から来るんじゃねえかっていう恐怖がね。ああ、もう僕は今のビジュアルがもうダメなので、パスです。わかる、このビジュアルマジ怖え、うん、こういう、なんつうんだろう、想像絶するこうもう完全に裏世界入っちゃったんで、僕はもうパスです、うん、何が出てきてもおかしくないからね、ということで次回も楽しみに、ほんじゃまたな、またね。